こんにちは、Gです。今回はシグナルメッセンジャーのお話。メッセンジャーは国内では LINE が主流、海外では Facebook と WhatsApp が主流と言われています。メッセンジャーは個人情報の塊ですから、セキュリティというか安全が第一と思います。シグナルはオープンソースで、クライアント、サーバーともにソースコードが公開されています。画面のサイトです。シグナルの特徴は完全な E2E であり、すべての通信が暗号化されます。E2E というのが重要で、エンドトゥエンドインクリプション、つまり自分から相手まで全てが暗号化されているという意味です。少し前まで Facebook は自分からサーバーまで暗号化、サーバーから相手まで暗号化でした。言い換えると、サーバー内は暗号化されていない。じゃあシグナルのサーバーはどうなんだということなんですが、シグナルは自身のデータセンターを持っていません。サーバーは AWS または Azure を使用していると言われています。AWS は Amazon のクラウドサービス、Azure は Microsoft のクラウドサービスです。つまり自身で管理してないので、データを抜く場所がない。だからサーバー内でも暗号化されたまま処理されます。ちなみに暗号化技術というのも重要で、シグナルの暗号化プロトコルは画面の他のメッセンジャーでも使用されています。前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。メッセンジャーはスマホに入れるので、ラズパイ関係なくね、ですよね。いえいえ、私シグナルデスクトップを Mac に入れています。スマホのメッセンジャーアプリとリンクすると Mac でもメッセージやビデオ通話できるんです。ただシグナルデスクトップは X86 用だけで、ラズパイ用 ARM 版がないので、自分でビルドするしかありませんでした。今回シグナルを取り上げたのは、そうです、ラズパイ用シグナルデスクトップが公式サポートされたんです。ただしマンジャロですけど、早速インストールしてみましょう。ソフトウェアの追加と削除を起動してシグナルデスクトップで検索します。公式リポジトリでシグナルデスクトップがありますので、インストールします。このアプリの利用はスマホにシグナルがインストールされていることが前提です。インターネットメニュー内にシグナルが配置されます。起動するとスマホのシグナルアプリとのリンクをするのに QR コードを読むよう促されます。スマホで QR コードを読むとシグナルを開いてラズパイとのリンクを行います。ラズパイ側では画面が変わるので、端末名を決めリンクを完了させます。これで使える状態になります。まずはメッセージを送ってみます。送受信はできて当たり前ですが、ラズパイのデスクトップでの挙動の確認です。
返信も問題ないようです。今度はビデオ通話を試してみます。画質は自動的に落ちるようですが、遅れや訪れもない。思ってたよりちゃんと動くな。なお表示画面ははめ込みです。おっさんが映っててもね。ラズパイ側のカメラはマウスが映ってるやつで、固定位置を撮影。グリーンバックの女性が iPhone からの画像です。メッセージに絵文字をつけて送信することもできます。右のアイコンのクリックでステッカーと言うんだそうですが、モーションギフ画像が送れます。グループチャットは1000人まで、グループビデオ通話は40人までです。まあ LINE でできることの大半は同じようにできます。それと広告は出ません。ちなみに今回新しいウェブカメラを使ってみました。以前にアリエクスプレスで買ったウェブカメラはスペック詐欺のカスでしたので、 Amazon で別のウェブカメラを購入。画面の URL の商品です。これが思った以上に良くてびっくり。ラズパイに最適です。ちゃんとフル HD 出るし、画面は明るくて音声も明瞭。いい点はマニュアルフォーカスできることと三脚ネジ穴がついてること。悪い点は四隅での画像歪みが大きいんですが、用途的には問題なし。何せ999円ですから。前述のようにメッセンジャーは安全第一なんですが、他のメッセンジャーではどうなんでしょう。 Facebook は来年から E2E に切り替えるそうです。今は設定次第で E2E になるそうです。 Telegram も安全と言われていますが、都度手動で設定しないと暗号化されないことと、プライベートサーバーを使用しているのが不安に感じます。 WhatsApp は位置情報をトレースできてしまうので、利用を禁止されるケースが少なくない。 LINE は音声通話、動画、グループ通話は HTTPS で対応なので、サーバーではセキュリティはないのも同然。 E2E が実装されているのは一部の機能のみです。もっとも海外にサーバーがある時点で国内法で縛れない、セキュリティ技術以前の話ですね。バイバー、今は楽天の傘下ですね。 E2E であると言っていますが、使ってないので判断できません。まあ LINE と比べれば10万倍ぐらいはいいんじゃないでしょうか。シグナルは米国上院議員の公式連絡ツールであり、国連でも推奨ツールになっています。ここまで各メッセンジャーについて述べましたが、決め手になることはただ一つ。スペックの確認だけじゃなくて、彼らが言ってることが信用できるのか
どうかだと思います。個人的には常用のラズパイでシグナルが使えるようになったのは非常に嬉しいことです。奥さんからご飯だよとかお風呂入ってといった重要な機密連絡を逃すことがない。皆さんもぜひシグナルお試しください。なお少し早いんですが、今週からゴールデンウィークに入ります。休み明けまで動画をお休みしますのでご了承ください。今週中には Ubuntu22.04 が公開なんですが、2ヶ月前に動画公開してますので、まあいいかな。ご覧いただきありがとうございました。またこの季節になりました。今年は数年ぶりにコンピューテックスがリアル会場で開催されます。コンピューテックスは台北で開催される世界最大のコンピューター関連の展示会です。少し遅れてアップルの WWDC もありますね。ご興味のある方はコンピューテックスで検索して事前申し込みするとエントリーが楽になります。世界的企業から部品屋さんまで何でもあってトレンドが分かりやすい。毎年行ってたんで案内が来るんですが、引退したしコロナだし。台湾また行きたいけど、パイナップルとかあてもやで我慢我慢。ではまた次回。